最近はいろんなものを計測して、ものづくりに、励んでます、これはトリプルツリーですね。重要なところで言えば、こういった角度ですね。角度、純正の角度とかもちゃんと分かっとかなきゃいけないので、いろんなことを計測をして、確認するようにしていってます。これが確認できるかできないかで大きく変わってくるので、片手で動かしてるんでなんかおかしくなってきてますけど、よいしょ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 、こんな感じかな。でブレイクアウトの、今の新型ブレイクアウトが、ここですね、90.19 やから、ほとんど、まあ、90度、個体誤差もあると思うので90度のものであるという判断をしています。こんな感じかな。でこれを元に、これトリプルツリー現物なんですけど、フォークと、あとこれ今も 3D プリンターで今開発しているのがヘッドライトのマウントです。こんな形でマウントになります。上からのヘッドライトじゃなくて下からのヘッドライトがつけれるようにするマウントを今作ってます。で、こんな感じで、まあ昔はこうやってね、いろんな測定を使ってこれ作ってたんですが、やっぱしスキャニングで撮ると早い、早いかな、正確っていう言い方の方がいいかな。ただあまりにも正確すぎて、今度その誤差が分からん、誤差っていうかその個体誤差がまで拾ってしまうので、何が正しいかがちょっと逆に難しいところもあります。こんな形ですね。今いろんな製品を作っていってます。よいしょよいしょ、で、これでこういったものも今作っていってます。こんな感じかな。はい、頑張ります。